そろそろ行こうか、阿波連さん。いっぱい遊んだし。阿波連さん？いきなり500円。完全に取る気だ。でも阿波連さん、上の方見えないんじゃ。ない。もしかして阿波連さん、常連じゃね？微妙な距離の調整が必要なクレーンゲーム。距離を測るのが苦手な阿波連さんでは。一発で取れた。おめでとう。すごいね。阿波連さん、うまいんだな。そうか。あれはぬいぐるみの位置を把握するためだったんだ。でも、一回で取れちゃったから、5回余ってる。次はどの台に？また同じ台。いくらなんでも取りすぎじゃね？しかも全部同じぬいぐるみ。